薩摩半島の南端枕崎市郊外の東加護地区ではキュウリ、ピーマンの施設園芸が盛んになってきました。水田の裏作は廃れる傾向にありますが、この地区でも利用はやっと2割ほどで、細々と地元市場向けの野菜作りをしている程度でした。しかし昭和38年頃から 5,6 戸の農家が小型ハウスの栽培を始め、さらに枕崎の温暖な気候を生かし施設園芸の主産地にしたいという意欲も芽生えつつありました。ちょうどその頃、昭和42年には施設園芸が県の重点施策に取り上げられたことも刺激となって、地元の関心は急速に盛り上がってきました。そこで枕崎市農協では施設園芸に必要な資材・資金の斡旋や販売を農協で担当し、農家は栽培を担当するという方式で大型の産地づくりに乗り出すことになったのです。山口組合長を中心に集団化に必要な土地の交換利用などについて綿密に計画を練っています。県の農業改良普及所では、団地の規模や収益の見通しについて慎重な検討を進めています。また、普及所や市農協の技術院で組織している技術院連絡協議会でも、集団栽培について熱心な研究討議を繰り返し、技術指導の思想統一をしています。こうして、農協、技術院連絡協議会、農家がそれぞれ役割を分担し合って大型の集団産地を作る青写真が出来上がりました。次は農家への呼びかけです。農協や技術院連絡協議会の人々が部落に出かけ、座談会で集団栽培の進め方や利点を納得できるまで説明します。上釜市長の顔も見えています。技術院は農家の庭先でも野良でも施設園芸で枕崎農業の発展を図ろうではないかと熱心に呼びかけています。こうして東加護地区では4部落74名が参加して枕崎方式ともいわれる集団施設園芸に踏み切ったのです。8月下旬、早期追悼の刈り取り。刈り取りが終わるのを待って、育苗ハウスの建設が始まりました。施設園芸の団地化によって経営の安定が図れると作業の手も弾んできます。
採石場から運ばれた小石をふるいにかけて選別します。それをリン酸液に浸してリン酸を吸収させます。9月中旬、いよいよキュウリの種まき。品質の統一を図るため苗は共同で育てます。集団栽培には発育の揃った良質の苗がたくさん必要です。このため小石を使った劣行方式による育苗法を取り入れています。小石の苗床にキュウリの種をまきます。みんな初めての人ばかり。すべて作業は技術員の指示通り進められます。種をまいてから10日、3センチほどの苗が一斉に出揃いました。本葉が2枚になったところで鉢上げ作業。小石を詰めたポリ鉢に一本一本丹念に移植します。1週間に一度は薬剤散布をします。薬剤をまいている宮原さん、高知県で施設園芸の実習をし、今では団地づくりのリーダーの一人として活躍しています。苗も順調に育ち、定植の時期が迫ってきました。これに備えて技術員が床作りや施肥の講習をします。みんな真剣そのものです。この事業に参加した74名の中には兼業農家や主婦農家もありますが、施設園芸はほとんど初めてなので講習にも熱が入ります。鉢上げしておよそ20日、いよいよ定植。苗を一本ずつ抜いて消毒します。消毒が終わった苗は共同作業で手早く植えます。その後はハウス一棟ごとに個人が栽培管理に当たります。10月中旬、
意外に強い直射日光を受け苗が弱ってきました。技術員も農家の人々も心配そう。しかし大した事故もなく順調に根付きました。一方この頃には普通水稲の刈り跡にもハウスが立ち並びました。こうして一棟120坪の鉄骨ビニールハウスが111棟、合わせて45,000平方メートルもの団地が完成したのです。11月中旬、暖房用の温風送風機を据え付けます。植竹君ら14名の 4H クラブ員は7棟のピーマンハウスを栽培しています。施設園芸で企業的農業をというのがこの人たちの目標です。ハウスの中には若さと希望があふれています。この頃になるとキュウリの草丈もぐんぐん伸び、誘引作業をします。与一園さん夫婦もこの新しい仕事に参加し、希望を持って作業に精を出しています。生育も順調で、キュウリは早くも花をつけ始めました。ピーマンにも実がなりました。施設園芸の進行を重点施策に取り上げている金丸知事も11月下旬には視察に来て団地の人々を激励しました。12月に入ると夜間の気温はぐんと下がります。暖房機でハウスの中は12、3度に保温します。このため夜も交代で見回ります。朝もやの立ち込める団地、待ち望んだ収穫。あちこちのハウスの中から軽いハサミの音に混じって鼻歌も聞こえてきます。収穫されたキュウリはすぐハウスの中で選別して4キロ入りの段ボール箱に詰めます。下久保さんは主婦農家で、ご主人は製氷会社に勤務しています。女手一つでこのハウス一棟を立派に管理しています。収穫したキュウリを集荷場に運んでいきます。
集荷場では農協の検査員が目方や選別を厳しく検査し等級付けをします。こうした検査が市場の信用を左右するのでなかなか慎重です。いよいよ荷造りです。こうして1ケース4キロ入りの枕崎きゅうりが商品として誕生します。販売は農協が一手に引き受け、経済連の手を通じて毎日北九州、大阪、東京の市場へと出荷されていきます。こちらは大阪中央市場。枕崎きゅうりはここでは大変好評で大喜びで迎えられています。特に品質が良く、選別や目方が信用されて取引の値段も最高です。市場ではもっとたくさん継続的に出荷してほしいと強く望んでいます。作業の合間の団らん、自分たちの作ったきゅうりが県外の大市場でどんな値段で売れたか楽しそうに話し合っています。初めて自分たちの力で団地作りに成功したという自信と誇りが人々の表情を明るくしています。4Hクラブ員たちは農村青少年研修者仲間号で研修視察に出かけていきました。県では昭和42年度から枕崎を含む12カ所のパイロット地区を指定し、施設園芸の主産地づくりに乗り出しています。枕崎 4H クラブの仲間たちはそれらのパイロット地区を視察するのです。このようにして枕崎の施設園芸団地はスタートしました。1年目はきゅうり、ピーマン540トンを出荷し、6600万円を売り上げるのが目標です。しかし経済的な出荷をするには生産を今の2倍以上に広げ、技術の向上を図ることが今後の課題です。今ハウスの集団栽培に乗り出した人たちは貴重な体験の中から経営や技術を学びつつあります。これらの人たちが残された課題を乗り越え、日本の食料供給基地としての大きな役割を果たす日もそう遠いことではないでしょう。